おはようございます。やんちゃです。2022年2月18日金曜日の朝です。タイマー、はい、よし。寒い。や、気温はそうでもないけど風が強いパターンですね今日も。なんか久しぶりにこの逆光この逆光が出てる、うん、今日結構朝早いです。今朝8時14分。はい、久しぶりですねこんな8時過ぎぐらいに収録開始っていうのは。まあなんで今日こんなに早いかっていうと、今日朝からあれなんですよね、病院に行かなきゃいけないので、ちょっとちゃんとしてるんですよ病院に行かなきゃいけない時以外もちゃんとしろというのは、そうそう、はいそう。いやー、やっぱりね、なんか予定があるとね、しゃっきりしますね。なんかやっぱ毎日予定を入れるべきなんだよな、絶対毎日予定を入れよう(笑)はあ、そうだから、これ終わってもう編集してアップロードして、そしたらもう家出ないといけない。はあ、大変だ。よいしょ。コーヒーがこれであと残り1回って感じかな。多分見た感じあと 20g しか残ってなかったんで。で、まあ今日病院に出かけるんで、ついでにコーヒーも買ってきます。今日行くのはなんだっけ、飯田橋の定心病院というところなので、飯田橋とか神楽坂とかきっとコーヒー屋がないはずがない。はい、何かしらこうすごそうなコーヒー屋探して行ってこようかなと思います。はぁ、とはいえな、そんな、なんて言うんですか、コーヒー豆ってそんなになんか木をてらってこんなコーヒー豆あるみたいなやつとかないと思うんですよあ、どこどこさんの何々ねみたいな、なんかただそれだけっていうか、うん、なんか昨日腰がやられてるみたいな話をしたと思うんですけど、早速ちょっと腰をいたわる活動を始めようかなと思って、昨日ちょっとあれですね、仕事するときにスタンディングデスクはないんですけど、スタンディング立った状態で作業するっていうのをやってみましたけど、なんかちょっといい気がするなんかこれも完全にその主観の世界なんで、 なんかどうもなんかいいんじゃないかなと思ってやってみたらいい気がするっていうのは、何にも科学的には解決してないっていうか気持ちが気持ちが上向いただけで何の解決にもなってないんですけどなんか悪くない気がしますね。ただなんかリモート会議とかをやるときのセッティングは立った状態に向けてないので、そういう時だけは座ってなきゃいけないですけど、それ以外の時はなんか立って机の上に段ボール乗せて、その上にパソコン乗せてやってましたけど、悪くないなと思いましたただなんか今後もずっとそのスタンディング作業みたいなやつを続けていくにあたっては、ずっと段ボールってわけにもいかないんですよね。いや、かといってじゃあその
さっき言ってたスタンディングディスク、デスクスタンディングデスクを買うとかちょっとありえないというか、今ある机を撤去するわけいかないし、だとすると新たに置かなきゃいけないわけですよね。なかなか置く場所ないなっていう感じなんで、ちょっとどうしようかなとは思ってます。なんか今ある机にアドオンでスタンディングに適した環境が作れるんであればいい気がしますけど、どうなんでしょうね。はい、あとはそう、腰の話でもう一つやろうかなと思ってるのが、ちょっと体重を減らそうかなとそのいい加減、はい、もうこれ何度目か分かんないですね。もう10年以上前からやってる気がするダイエットはもう10年以上前からダイエットしてんの、本当に頭おかしいと思うけど、うん、今度こそやるぞと。まあ多分その体重が重くなってくると、こう腰の骨とかに良くないと思うんですよ良くないと思うんですよ、出たまた、うん、でなんか前、結構前からずっとそのチームマイナス10キログラムっていうやつを2010年とかにやってたんですよ。でその時毎日食べたものと体重をツイートして、で減っていく様を見るっていうやつ。ちょっとは減りましたかね、それで。でさらにその5年後ぐらいにまたなんかリバウンドして結局やらなくなるとリバウンドするんですよねリバウンドして今度はチームマイナス8キログラムっていうやつをやろうと思って、毎日体重だけ、もう食べたものをね書くのがめんどくさくて、ちょっとめんどくさいと続かないんですよね。だから体重測ってツイートするぐらいはまあいいでしょう、やりましょうみたいな感じで 1,2 年かな、 1,2 年やってた気がする、チームマイナス8キログラムは。まあ 1,2 年やってたのに達成してないんかっていう話なんですけど、まあ結局達成できなかったな。なんでちょっとまたチームマイナス8キログラムを再結成しようかなと。まあ、チームって言っても一人なんですけどこれの、そのチームマイナス8キログラムの前身であるところのチームマイナス10キログラムの時はもう一人メンバーがいて二人のチームだった。ただチームマイナス8キログラムになってからは基本わし一人で、たまにこうゲスト人物が来るみたいな感じでしたなのでここに、わしはここにチームマイナス8キログラムの再結成を宣言します毎日、まあ、Vlog で今朝測った体重を発表して、そうやってなんて言うんですか、体重を減らすことに関する話をカメラの前ですることによって、より強い動機づけになっていくことを期待しているちなみにそのマイナス 8kg って言った時の基準点はどこなのかっていうと 75kg です。 75kg からマイナス 8kg して 68kg かな、あ違ういいのか、68でいいのか、違う67kg か、67kg に持っていくのが目標です。
なぜなら67キログラムがわしのあの BMI 的な最適体重と言われているので、はい。実際わしも昔67キロだった時代があって、その時はなんか体の調子が良かった気がするんですよね。はい。なので、まあ、厄年も迎えたことだし、ちゃんと体を管理しないといけない。あと腰も痛いし。なので、67キログラムに向けて、はい。やっていくぞ。はい。じゃあ何をしますかね。まあとりあえずは、ひとまずですけど、毎日体重を測らないといけない。ちなみに今朝測った時の体重はちょうど75キロでした。これはね、運命だなと思った。チームマイナス8キログラムを再結成する。完全に基準点に戻っているので、はい。ちょうどいいなと。ただまあ、裏を返すと、そのわしの体重は多分放っておくと何もケアしないと75キロに収束するっていうことなんだろうなとは思ってるんですよね。なのでもしかしたらですけど、そのさっき言ってたその67キロが BMI 的な最適体重ではあるものの、もしかしたらわしにとっての最適体重っていうのは75キロの可能性はある。そうかな。放っておいたら収束する体重が最適体重って言ってしまうと、なんか何でもありな気がしてくるしな。やっぱりある程度はなんか、うん、気を使った方がいいよな。はい、まあそういう感じでした。ちょっと新しいコーナーとしてチームマイナス8キログラムのコーナーを、はい、立ち上げたいと思います。あとなんだっけ、ちょ、風強くね。風強い、風切り音結構入ってるんじゃないか。こう風切り音が入るとこうマイクのボリュームがなんか下がるんですよね。はぁ、あ、そういえばなんか足風速計注文しなかったっけ。ちょっといつだっけ、いつのことだか忘れちゃったな。かなり前だったと思うけど、風速計。風速計を注文した日のことをもう忘れてしまってるな。なんか大したメモを取ってないな。寒う、風強い。次の話題です。次の話題はなんだっけ、第4級アマチュア無線技師の試験に不合格になったので、ちょっとリベンジをしようと思っているんですが、いつリベンジするかっていう話ですね。で、最短で申し込んでいつ受けられるのかは一応調べました。で、今申し込むと3月4日に、まあ、受けられる。なんかその CBT の会場結構いろいろあるんですけど、都内にかなり埋まってるんですよね。でも北千住だけはガラガラ。なのでこう CBT 受けたいけど会場が埋まってる人は北千住に来るといいですよ。ついでに北千住観光もしつつ、はい、いいと思います。はい、なんでちょっと3月4日に行けるかどうか調整して、もしスケジュールに問題がなさそうだったらもう行っちゃおうかなと。3月4日あんまり残り期間ないですけど、これあんまり先の方にしたとしても結局グダグダすると思うんで、ちょっと集中的に勉強を
やり直して3月4日に基本的には受けようかなと思います。お、そろそろキューブコーナーにしますか。はい、よいしょ。寒いな。なんか そういえば、なんだっけ。マジでなんだっけ。あ、そうそう、あのコロナのワクチンの職域接種の申し込みが始まったので申し込みました。で、なんだっけ、3月15日、はい。なんかブーストショットは結構副反応がきつい人がいるみたいなのを聞いてるから結構ビビってるんですけど。まあでもね、もうどっちいくらね怖がったところでどっちにしろ打たなきゃいけないことに変わりないんだから、もうなんていうか、はい。心を無にして打ってこようかなと思います。なんかね、そんな、なんか、そうそう、1回目、2回目の時の職域接種の申し込みは結構争奪戦みたいになってて取れなかったんだけど、ブーストショットの方は全然そんなことなくて潤沢に枠がありましたね。う、寒い、寒いし崩れた。なんか3月はいろいろあるな。3月の頭にはなんだっけ、防火防災責任者の講習があるし、でなんだっけ、さっきの計画で言えば試験、何の試験だっけ、何の試験だっけじゃない、アマヨンの試験、アマヨンの試験は3月5日になる。で、1、2と5。で、15にはワクチンとか。なんか、大変だな、3月。他にもなんかあったっけ？でもまあ、暖かくなってるはずだからね。そっと。なんかちょっと手順忘れ始めてるな。一応毎日やってるはずなんだけどな。手がかじかんで。やっぱね、手がかじかんでると、手が覚えてる手順っていうのが飛ぶ、うん、手が思うように動かせなくて、手が思うように動かせないからいつもの手が覚えている手順が動かせなくて、え、なんだっけってなるっていう話なんですよね。だ、これもしかしたらその高齢者がその認知症とかになっていくプロセスもこういう感じなのかもしれない。その普段の生活で体が覚えていることが、なんか体がうまく動かなくなることによってできなくなってしまって、それによって、あ、なんだっけ、どうするんだっけみたいになってくるっていうか。そう、いや知らんけど。そうなのかどうかは知りませんよ、全然、はい、何の根拠もないですけど、そうなのかなって今ふと思った。うん、だからよく高齢者が骨折しちゃったりとかして、その歩けなくなっちゃったりするといきなり認知症が進んじゃったりして大変っていう、でそれをきっかけに寝たきりになっていくみたいな話を聞いたりするんで、あながち間違ってないというか、当たらずとも遠からずという気がしないでもないですね。揃った。さすがにね、8時はね寒いね。また日が高くないから、
寒い。温度計出してなかったけど、よいしょ、今から温度計出してもな。あ、でもダメだ、カバンの中ですら 8.7 度って言ってるから。さあ、やばい風が強い、やばい。今日も過酷な日だな。よし、終わった。よし、じゃあこの後病院行ってきます。あ、そうか、今日金曜日か。良い週末を。バイバイ。